マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、こちらカルディコーヒーで1万円分大量買いしてきましたので、このね、商品を紹介していきたいと思います。で、今回はですね、すぐ売り切れちゃって入手できない商品だったりとか、あと新しい新作的な商品だったりとかね、あとは定番な商品とか、もうね、もう盛りだくさんでいろいろ買ってきましたので、あんまりカルディ行ったことないよっていう方もですね、ぜひ、あ、こんな商品あるんだ的な感じで最後まで見れるので、ぜひ見てみてください。食べるのが楽しみ。でもね、今回はとりあえず買ってきた商品を紹介ということなんで、はい、では早速やっていきましょう。では早速紹介していきましょう。まずはこちら、カルディの定番かつ大人気商品のマイルドカルディ、値段は448円です。これドリップコーヒーなんですけど、コーヒーバッグが10袋入ってて、お湯を注ぐだけで飲めるっていうね、そういうコーヒーです。すごくね、こうマイルドなんで飲みやすい、だけどコクがあるっていうね、僕も大好きで普段から飲んでるコーヒーでございます。あの、このコーヒー以外にもすんごいたくさんね、あの種類があるんですけど、僕は本当にこれが一番おすすめですね。続いてがこちら、カズチーとプレッツェルカズチーです。このカズチーはめちゃくちゃ人気商品で、あのすぐ売り切れちゃうので、あったら買うくらいの感覚じゃないと本当に買えない商品だそうです。もう店員さんがすぐ売り切れちゃうんで買った方がいいですよってね、教えてくれました。カズノコとチーズを合わせた新感覚のおつまみなんです。このカズチーがない時に皆さんね、こちらプレッツェルカズチーを買ってしのいでいるようです。両方美味しそう。続いてがこちら、シナモンロール226円、マリトッツォ270円です。こちらの2つの商品なんですが、今までね、ずーっとこのシナモンロールが定番で人気でした。ですが最近ね、こちらのマリトッツォもすごくね、人気になってきているっていう、そういう商品になってます。このパン生地の中の大量の生クリームが本当に美味しそうですよね。2、3時間解凍して食べるそうです。食べるの楽しみ。続いてはこちら、マルゲリータピザ550円、オスカーモンドクロワッサン537円です。まずピザなんですけど、こちらもね、定番の人気商品です。今回ね、僕買いに行った時はもうちょうど入荷のタイミングだったんで在庫があったんですけど、結構売り切れることも多い、そういう商品になってます。こちらのね、クロワッサンはヨーロッパ産発酵バターを贅沢に使用した本場フランス産の冷凍クロワッサン生地ということで、自宅のね、オーブンでいつでも焼きたてのクロワッサンが食べれるっていうね、贅沢な商品になっています。じゃーん、続いては買ってきたお菓子です。パクチーポテトチップス192円、ウォーカーアソートパック429円、トリュフポテトチップス178円、チョコオールドファッション321円、ポピーズビスケット189円、オーガニックビスケット321円、ハニーマスタードプレッツル&ナッツミックス298円、クイックミルク170円、杏仁豆腐ミニ194円です。いやー、大量にお菓子買ってきちゃいました。特にね、このね、塩バターカバンがですね、店員さんが言ってたんですけど、結構すぐ売り切れになっちゃうんで、見つけたら買った方がいいっていうことでした。で、あとはですね、僕が気になるのはこの黒トリュフポテトチップス、これお酒に合いそうじゃないですか。あとこのね、あのナッツミックスもお酒に合いそうだし、このカラメルビスケットとかはさ、もうコーヒーと一緒に食べたら絶対うまいだろうなっていうのと、あとはね、最後こちらね、杏仁豆腐、まあカルディって言ったらのもうド定番中の定番なんですけど、このねサイズ感が嬉しいですね。僕は昔こうすっごいでっかいの買って一人でね大量買いしてたんですけど、それだとさすがに食べ過ぎたんで、このミニサイズが僕はね好きです。で、杏仁豆腐以外にも結構ね、いろいろあるんですよね、カルディこの牛乳パックシリーズ。はい、ですんでね、ぜひ皆さんもいろんなこの牛乳パックシリーズ買ってちょっと食べてみてください。杏仁豆腐マジで美味しいよこれ。続いてがこちら、パンに塗って食べる系の商品をまとめて紹介したいと思います。
塗って焼いたらカレーパン306円、バナナホイップクリーム306円、チョコミントホイップクリーム306円、アーモンドスプレッド398円、マシュマロフラッフ198円、いぶりがっこのタルタルソース398円です。こちらはね、すべてパンに塗って食べるね、ものなんですけど、特にですね、こちらのカレーパンが今めちゃくちゃ話題なんですよね。テレビでも紹介されてたりして、僕もね、もういろんな店舗、カルディさんに電話したんですけど、ほとんど品切れだったんですよ。で、何件も電話かけてようやく売ってたので、今回買えましたということなんですよ。ちょっと欲張って2つ買っちゃいました。これね、食べるの楽しみ。塗って焼いたらカレーパンですよ。カレーパンが簡単に作れちゃうっていう、そういうものですからね。で、他にはですね、こちら、塗るマシュマロですね。マシュマロフラフってことで、マシュマロって焼いて食べると美味しいじゃないですか。それをトーストにこうね、乗っけて食べれちゃうっていう、めちゃくちゃ楽しみな商品。セールだったんで、ついでに買っちゃいました。で、あとはね、なんか店員さんがおすすめしてた、いぶりがっこのタルタルソース。これ、いぶりがっことさ、トーストって合うのってね、不思議なんですけど、なんかこのいぶりがっこのタルタルソースを乗っけて、さらにチーズを乗っけて焼くとめちゃくちゃ美味しくなるっていうね、おすすめされたので、今回買ってみました。もうこれあればね、朝のトーストライフがもう充実しまくりまくりまくりスティですから、皆さんもこれ買ってみてください。特にもうこのカレーパン食べるのが楽しみなんだよ。早く食べたい。続いては麺類もいろんな種類買ってきたのでご紹介していきたいと思います。まずこちら、のぐりラーメンとチャパゲティなんですが、これを混ぜ合わせて食べるのをチャパグリって言ってね、韓国で言うらしいんですよ。映画のさ、パラサイトでもその食べ方して食べてたのがあって、あー食べてみたいなーなんて思ってたんですけど、カルディで買ってようやく食べれます。楽しみですね。これもね、美味しそう。続いて酢麺ですね。セールだったんで安くて買っちゃいました。118円、シークワーサー冷麺264円。爽やかそうですよね、これ。青唐辛子香る瀬戸内レモン塩焼きそば170円。パガーニトルテリーニチーズと4種のチーズクリームソースです。このパスタなんですけど、チーズにこうくるまれているパスタってことで、これ一緒に食べたら美味しいんじゃないのかなと思って買いました。パガーニトルテリーニチーズってどんなものかわかんないから非常に楽しみですね。こっちがね、チーズ大好きな。最後はこちら、調味料などなどを買ってきました。結構ね、面白い調味料とか、こういうのあるんだっていうものもあったんで、はい、それも合わせてご紹介できたらなとは思います。まずこちら、トマトのホール缶88円です。これはもうね、大人気商品だそうで、まあトマトのホール缶ってさ、パスタにでも使えるし、もう何にでも使えるじゃないですか。スープでも使えるし、もうこれは定番ですよね。炊き込みご飯の素カレーピラフ192円。これは炊き込みご飯と同じ要領でカレーピラフが作れるっていうね、すごく便利な商品になってます。カレーピラフはもう美味しいでしょう、絶対。グリーンカレースープセール価格で158円です。これは好きな野菜を入れて、このグリーンカレースープで煮込むだけで簡単にグリーンカレーが食べれるっていう、そういう商品になってます。僕結構ね、ダイエット中グリーンカレーとか食べてたので、これあったらね、ちょっとお昼にグリーンカレー食べようかなってできるんで、めちゃくちゃ助かるなと思って、はい、買ってみました。塩レモンパスタソースとエビレモンパスタソース124円です。これも和えるだけで簡単にレモンパスタがね、食べれるなと思って買ってみました。サバの水煮170円、これもね、人気な商品ですよね。最近サバの水煮結構流行ってますよね。どんな料理にでも簡単に使えるので、すごくおすすめな商品になってます。コチュジャン152円、これは確実に美味しい。サラダの旨辛だれ429円。いつもはね、この緑色のバージョン、うまいタレかな、だったかな、買ってるんですけど、今回はそれなかったので、この辛い方を買ってみました。僕辛いの大好きだから、すごくこれも食べるの楽しみ。これはちょっと海苔で買ってみました。タコスに欠かせないため の, 調味料と、ファヒタっていう料理の調味料です。こ
っちが189円と204円です。僕タコスもね好きなのでこれで食べるのが非常に楽しみです。ライスペーパー180円とベトナム生春巻きの皮100円です。これをですね、あの水につけるとなんかもちもちになっていろんなこうサラダに巻いたりとかなんかいろんな食べ方があるんですよね。僕結構生春巻き好きで、はい、こちら買ってみました。で、このねベトナム生春巻きの皮っていうのはこれで作ってみたい料理が実はあるんですよ。なんかトッポギ的なやつがこうなんか話題みたいなのをあのネットで見たのでそれを作りたくてこう買ってみました。今度はもしかしたら動画でね実際に作ってみて紹介するかもしれませんのでぜひよかったら見てみてください。はー、ということで1万円分紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。今回ねもう買ったものを紹介するだけで終わってしまったんですけどこのね買ったものを食べる動画もあのおいおいね投稿したいと思いますので気になる方はぜひ見てみてください。そして最後にですねこちらこのカルディのエコバッグなんですけどこれ165円するんですよ。で、このねレシートに書いてあるこのエコバッグの名前皆さん何だと思いますか。めちゃくちゃかっこよくてうふいって僕見返しちゃったぐらいなんですけどなんとこのエコバッグの名前伝説エコバッグレジェンドエコバッグでございます。かっこいいね。あ、本来はなんか伝説の柄エコバッグってことでなんかかっこいいよね。でも使いやすくて便利でいいエコバッグだなとも思いました。はい、ということで皆さんね今回はエコバッグの商品カルディコーヒーの、ね、商品をね紹介していきましたがぜひ皆さんも気になる商品あの買ってみて食べてみてください。あとおすすめ商品とかおすすめの食べ方とかありましたらぜひ動画コメント欄でお待ちしております。ぜひ教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった皆さんチャンネル登録そしてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで以上マッソ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますのでぜひフォローよろしくお願いします。